ぞ、セタレだ。やっぱり現れたぞ。まずはこっそりついていって、セタレが知り合いと話してる時に隠れた場所を見つけて憑依しましょう。どんな話でセタレを動揺させるかについてはあなたに任せるから、信じているわ。緊張するぞ。行こうぜ。話が始まったみたいだぞ。隠れた場所を見つけて憑依しようぜ。そうね、確かに恋愛に関することは無理にとは言えないし、私の周りにいる人も私と身分が違いすぎるから。ねえ、聞いてるの？ナビア。ああ、聞いてるわよ。恋愛の悩みでしょ、聞こえてたわ。そう、さっきぼーっとしてたから。猫ちゃんたちが君に威嚇してるようだけど、どういうこと？この子たち、普段は結構温厚だったわよね。名前は何だったっけ？そうそう、ハールートちゃんにマルートちゃんね。本当に可愛いわ。そうだ。今日は何を占いたいの？神のお声を聞くために来たんでしょ？それが、また恋愛運を占って欲しかったんだけど、正直最近は心が乱れてて。乱れてる？いっそのこと私のプロジェクトがいつ完了するのかを占ってくれない？本当に一刻も早く終わらせたいの。そう、わかったわ。神にお答えを聞きましょう。ふむ。ほほほ、ごめん、聞き慣れないから。あまりにおかしくて我慢できなかったわ。まあまあ、そんなことは気にしないで。神はこう言っているわ。セタレ、なぜ家に帰らない？家に帰る？まさか神は本当に私の考えがわかるの？セタレ、なぜ家に帰らない？今度は強めに問いただしてるみたい。すごく怒ってるみたいよ。ごめんなさい。神様、ごめんなさい。私の代わりにお詫びの意思を神様に伝えてくれる？怒りを鎮めてくださるよう言って。ねえ、聞きたいんだけど。ナビア、君の耳元で話してるのは、どの神様なの？幼稚で無礼な問題ね。もちろん、最も偉大で最も英明なる、スカーレットキング様に決まってるじゃない。スカーレットキング？道理でそのこと。いえ。スカーレットキングは遥か昔に亡くなっているはずよ。確かに最近スカーレットキング復活の噂が広く流れているけど、あれはすべて教令員がわざと流した偽情報だもの。スカーレットキングがまだいるはずがないわ。ブレーナ、私はスカーレットキング様の最も忠実なる信徒。その私の耳に届いた神のお声を否定するっていうの？いいえ、私はただスカーレットキング様の恩恵がここまで広まっていたなんて知らなかったから、砂漠の民として光栄に感じていただけなの。スカーレットキング様のお言葉についてしっかりと反省しておくわ。ごめん、それじゃあ今日はもう行くわね。待って。
小走りで行っちゃったんな。すごく慌てた様子だったぞ。悪くなかったわ。セタレも怪しんではいないようだった。心の中でずっと避けていた事柄について、ここに来て急に問いかけられるなんて、さぞ心に響いたことでしょう。ナヒーダ、お前って人の心が結構わかってるみたいだな。これは実践に欠けるチロン派の理論に過ぎないわ。まあ、あなたたちと過ごす中で、この理論の多くが間違ってるってことに気づいたから、よくわからなくなってるけど。さて、そんなことは置いておいて、セタレを追いましょう。やっぱりアキモのところに来たな。早く憑依の準備をしようぜ。